中華料理どう思いますか？太油腻了，脂こいですね。もう当然中国菜的话，中華料理いろいろ料理がありますので、地方によって違います。北方的话料理有点油腻，でも私日本に来てちょっと中華料理食べる時にも同じ感じしました。我也觉得太油腻了。油濃いですね。那在中国そんなに油腻してそんなに油腻してないんですね。そんなに油濃いしてないと思います。那比如说揚げ物だったら比较油腻ね。でも普通と炒める料理はそんなに油濃いしてないと思います。那所以你在日本日本で食べたら中華料理と中国で食べてる 中華料理はちょっと違いますね。比如说以前も言いました麻婆豆腐とか天津飯とかあとエビチリとかもう中国で麻婆豆腐あるけどそんなによく食べないんです。私も年に1回も食べたことないと思います。あとチリ天津飯とかエビチリは食べたことないんですね。これはないんです。あと中華料理はちょっと油濃いの料理も少ないと思います。还有就是中華料理なんかドロドロする、もう大嫌いですね。もう中華料理のイメージは全部ドロドロってイメージかなって。もう日本で中華の店行ったら全ての料理を全部ドロドロしてる、大嫌いです。あんまり好きじゃない。中国での中華料理はそこはさっぱりしてますね。ドロドロの料理によってある料理はドロドロしてる、全部ドロドロしてることじゃないんですね。これはちょっと違うところですね。那你了解了吗？好的，再见。